天下は毛徳と劉備、孫権によって三分され、いよいよ乱世も最終局面の様相を呈してきた。毛徳の天下まであと一息といったところ、今その三者が三つどもえとなり争っている地が慶州だ。そして宗神が守る慶州の繁盛に関羽が攻め寄せてきた。おのれ関羽。この繁盛の戦では宗神殿は総大将となる。おのおの大功を立てて東京都巨匠におられる。敵の総大将は関羽。加工トン殿と敵に援軍が来る。それまで耐えるのだ。川の上流に敵軍を発見しました。川だと？娘を狙っているのか。このままでは。勝機は十分ある。
体勢を立て直せ。孔明、ただいま三条つかまつった。我らが健康な守り、僕と見るがよい。健康な守り、僕と見るがよい。戦には頭も必要です。マリジロよし、今こそ全軍反撃に転ぜよ。
り。共に攻める。遅れを取るな。敵は崩れかかっておりますぞ。今こそ全力で押し切るのです。やい、俺様と戦え。九死に一生を得ました。お見事。共に攻める。
遅れを取るな。関雲長が義の刃、その身で受けていただこう。サコウト、お主とも長い縁となったな。猛毒は嘆くだろうが、貴様だけは切らねばならん。関羽よ、猛毒の禍根、この俺が断ってくれるわ。なるほど、ならば拙者は兄者との真偽を果たす。タコウト、これ以上の賭けは許さぬ。この繁盛で雌雄を決しようぞ、タコウト。もとよりこのつもりよ。これが最後だ、カウン。追い詰めるのです。兄者の対応を拙者は倒れはしない。最後、陣として本望。さらばだ、友よ。関羽を葬ることはできた。これで殿の処分。またこの日。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威。漢よ、貴様は強すぎた。いや、大きすぎた。貴様さえいなければ乱世など塔にねじ伏せていただろう。猛徳よ、俺の乱世は終わったわ。